はい、どうも、タクタクです。人体パズル実況プレイやっていきたいと思います。グロいね。はい。まあ何も言うことはないです。パート1を見てください。というわけで、ちょっとこの左右の部屋だね。あとはこっちに行ってみたいと思います。どっちから行こうか。こっちだ。おー。ちょっと待って、ごめん、無理だ。ちょっと厳しいわ。こっち見てみよう。比較的こっちの方がいけそうだ。よし、こっちから行こう。またどうせ、あれでしょ？中に何か入ってるでしょ？この人形も。中に何か入っている。よし、ちょっと怖すぎ、なんか見えてるよ。ちょっと、よし、ちょっと声のトーンとか、元気にやっていけないんだけど、頑張ろう。もうなんだこれ。おい！スコップ！スコップ手に入れた。はい。おい、ちょ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 。どういうこと？どういうこと？赤いな。行くぞ！うわ、誰かいるって。うわ、やばい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 。ちょっと無理無理。ちょっと一回戻って。おー、きついわ、ここ。やばいって。行くぞ。いやー、バンされない？まだあったかいとか、いや、まあ、やば、まあ、やばいやばい。なんか、コメントが、この音楽は、粉さんのピルグリムのオープニングの曲じゃないか。まあ、被ってるだけかもしれない。頭蓋骨は開かれ、脳も取り去られている。器のようだ。器って言うなよ。何の肉で作ったんだろう。これは何なん、あ、あ、え、お、中にな、何か入って、ああ、一緒か。鍋が血でドロドロに汚れている。顔が捨てられている。ちょっと、あっちの人は何？いけないんだけど。いけないね。どう頑張ってもいけない。あ、女性は忙、え、あ、せわしなく動き、何かを調理している。これ作った人大丈夫かな？感性がやばいな。いい意味で。え、いい意味かな？ ちょっと待って。ちょっとセーブしよう。やばいやばい。ちょっとビビ、怖がりすぎだろ。どう考えても。パート1で8個もセーブしちゃったよ。ちょっと、顔がない。これでも学生服だよね、多分ね。ここで、こっち行こうか。さ、亡霊っぽいものさまよってるよ。通り抜けんな。あ、木片じゃない、これ。はい、木片ゲット。多分、これ脱出ゲームなんですよ。この、多分、なんていうんですか、こう、最古な野郎が作った。で、そこから、多分、高いとこに登るために、この木片、多分ね、これがはしごだと思うんですよ。で、あとはこれをつなぎ止める、なんか、パーツ、金具を、ゲットして脱出できるようになるみたいな。そんなことをさっきね、なんか女性の遺体が言ってたよね。遺体っていうのかな。まあ、まあいいや。ちょっと一回戻ろうか。 どういう部屋の構造なの。空間がおかしいよね。ほら、まあいいや。ちょっと君誰、君誰。お、男は口笛を吹きつつ金を数えている。マジか。生きてた。あんたなら、何飲もうが、打とうが平気だろうな。オタクはもうダメ、あ、俺はもうダメだ。お釈迦になっちまった。どういうことだ。注射器。おお。やめて、やめとこ、やめとこ、やめとこ。いやー、やめとこよ。なんで、なんで、なんで。これ、打たないとやばいのかな？おい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 。なんだなんだ？ちょっと。あ、なんか落ちる、なんか落ちる。なんでも屋さんでできること。まずは、お財布と相談しましょうね。お金次第で何でもやります。お薬の販売、おもちゃの販売、玩具だね。それから、ページが破り取られている。わからんな。
青い箱。おお、ちょっと、ちょっと。なんだなんだ。何か入っている。何かの部品が入っていた。金具。おお、これだ。何か入っている。口のパーツ。お。だんだんなんか、パーツが揃ってきたな。顔面。あ、もしかしてこの顔面ってさ、仮面に見える。顔面のない男がいたよね。別メニュー。その他、要望が入り次第仕入れています。野生の薬。ワイルドになります。ワイルドだろう。うん、言ってる場合じゃないな。愛の薬。恋人との夜にうってつけです。飛躍かな。ちょっとこれを飲むと。ね。いや、知らないけどね。スマートドラッグ。頭が良くなります。スマート。賢いっていう意味かな。スマートフォンでね。お薬2個。カッコ2個ってなった。2個について。楽しくなりたい時に飲みます。ワクワクの薬。愉快な気分になれます。夢見る薬。愉快なものが見えます。やばいやばいやばい。強くなれる薬。怖いものがなくなります。もう完全な覚醒剤じゃないか。おこ。おこについて。嫌いな人に飲ませます。大佐の目薬。目をつぶします。メビウスの薬。心身ともに休まらなくなります。地獄への薬。地獄を見せます。いや、ちょっとやばいな。多分これ、今言ったのがその3種なんだろうね。でも、どれがどれだかわかんないよね。あー、わかったぞ。でもなんとなくわかった。その薬を服用すると、多分ここで、なんだろうな。外に出た時とかの様子が変わるとか、そういうことなのかな。ちょっと試しに一本やってみるか。やばい。ちょ、言い方がやばい。一本やってみるかって意味。言い方が。どうしよう、この赤い液体、いってみるか。ないない。あ、なんも変わんないな。これも打ってみよう。ちょっと耳痛い。あ、なんも変わんない。音だけか。トゥートゥーモールス信号。これの、おお！色変わった。おお、黄色。これを飲むと。おお、暗っ。平気だ、平気なんだ。これ外に出たらどうなる？あれ変わった？あ、変わってる気がする。これは？これ飲むか。おお、気分がすっきりした。おお。これでリセットなんだ。大丈夫かな？このまま進めて大丈夫か？一回念のため戻るか。おう。よし。ちょっと何もなかったことにしていこう。ああ。ちょっと。ああ、来た。これじゃん。俺の求めてたもの。ハサミだよね、多分これ。はい、ハサミ。うわああなに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 。どうしたみんなどうした？慌てちゃった。大丈夫。落ち着け。この中も変わってるかな。あ、この中は。おお。みんな、冷静さを取り戻した。はい。どうしよう。ちょっと、これ調べてみよう。あ、おい！ええ！目のパーツ A を見つけた。B を見つけた。これにつけんのか。顔がない。何かのカメラの中に入っている。うぃ！はい、はまった。なるほどね。やっぱりそういうことか。ちょ、気持ち悪いな。はいはい。金具だった。ちょっと待って。人形がいっぱい出てきた。人形の中に入ってるのはパーツだけとは限らない。金具も入ってるのか。まあ、金具もパーツっちゃパーツか。おい。金具だ。あれ、あと、どこにあったっけ。あ、思い出しました。最初の方だよね。あと最初の、なんかこいつ持ってない。あれ
なんかこれだけ四角っぽい感じが。関係ないのか。気のせいか。こっちに行こう。ここだよ、ここ。金具か。で、僕が一番気になっているのは、あれ、ここだっけ？あ、ここじゃないよ。ここで、こう、顔面つけれるんじゃない？顔面が汚れてるのか。当たってたけど、やっぱ、どっかで洗うところがあるってことなのかな。こっちの世界に入った時もダメだったよね。ここは何だっけ？あ、もうないか。おお、じゃあいよいよ行きますか、この大きい扉に。開くか開かないかは分かんないけど。行くぞ。うわ！棺桶だ。しかも、なんつうの、この幕がさ。あ、お清めって書いてる。お清めどころ。反対側でやろう。ちょ、それも気になるんだけど、これ大丈夫か、みんな。え、4体、4つの、あれだね、棺桶が、反対が、こっちか。拾ってきた画面を洗いますか。はい。うわ、赤くなっちゃった。上半身を洗った。下半身を洗った。おお、全部洗ってくれるの。おお、すべての部位を洗った。ということは、どうしようか。まずは顔面からいこうか。多分手足もあったんで、あ、下半身はこいつだ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと出会った順に行こう。いや、出会ったのはこいつが先か。こいつから行くか、じゃあ。欠損を修繕した。おお、友人の服は落ちている。友人の服を拾った。次はこいつだ。おお、友人の財布が落ちていた。落ちている。綺麗な下半身。綺麗な下半身。綺 麗な上半身。俺、無駄な反応やめよう。すいません。一応お金は入っている。ワインレッド色のワンピースだ。なんか嫌な予感しかしねえぞ。金具が何個あるんだ、今。木片が5に対して、金具が4。あ、もう、つなぐがあるんじゃない？木片が一番上で、金具、木片、金具、木片ってやれば、はしごになるんじゃない？セーブしよう。いや、いいや。友人の携帯が落ちてる。お、椅子だ。この中にもあったっけ？お！ 待って、なんかいた。なんか変わってたぞ。ほら！あれ？ここだから首絞められてるね。これ、いたっけ？こんな人。え？式場、畜生、なんで立たないんだよ。クソ！なんなんだよ。あの女、怖えよ。今も目の前に嫌がる夢か。男の終点は合っていない。え、目の前に。なんじゃこれ。ミートチョップ。ああ、これ、何？式場。式場も。なんのこっちゃ。よし。あとは、下半身。誰かの下半身。上半身。ここだけ悲しい音楽だ。どうだ、これで。友人の靴。
これでもう揃ったのか。友人の携帯電話、靴でしょ。残念ながら電源がつかない。財布、服、口のパーツ、ああ忘れた。こいつ、おお、ほら、はい、おお、鍵を手に入れた。どこの鍵？超いい顔。どや。ちょっと待って。ちょっとどこ行ってるか分かんない。はい、というわけで、一旦この辺で切りたいと思います。次回はね、まあ、鍵手に入れたんで、どっかの鍵です。はい。というわけで、もう謎だ。はい。というわけで、また次回ご覧ください。ではまた。